レーシック受けようと思ってるんですが、日本とアメリカどちらがいいですか。レーシックって基本的にはレーシックの機械を買った眼科でひたすら作業としてこなされるので、日本とアメリカどちらでも一緒です。同じような機械を買って使うので、で保険が適用される場合もあるので、日本の方が安全かもしれないですね。ただ病院によってはすげえ予後が適当で後遺症が出るみたいな話があって、レーシックの後遺症とかでググってもらえばいいと思うんですけど、結構後遺症ひどい人がいるんですよ。視界の中にずっと白いモヤモヤが出るとか、ずっと頭痛が出るとか。目って脳に神経が直接つながっていて粘膜が出てる部分なので刺激に弱いんですよ。まあ光っていうすごく弱い刺激に反応するので、音とかって鼓膜がこう揺れるみたいな結構でかい刺激じゃないですか。でも光ってほとんどエネルギーのないものを細かに分析するっていう能力が目にはついてるので、刺激にめちゃくちゃ弱いんですよ。なので下手に削っちゃったりした結果、それで片頭痛が起きるみたいなので後遺症を一生負うみたいな人もいたりするので、僕はレーシックは勧めませんただレーシックして視力良くなったよって言って普通に暮らしている人も知り合いにはいるので、そういう人は運が良かったんだなと僕は思いますけど、眼科医の人ってレーシックをやってる会社の人は別にして、眼科医って絶対レーシックやんないんだよね。で眼科医ってコンタクトレンズもしないのよ。で眼科医ってね、メガネなのよ。なので僕は眼科の人がレーシックをするまではやらないようにしようと思ってます。だってあの人たちっていろんな患者を見てさ、最新の技術とかっていうのと情報を知っていた上でメガネを選んでるわけじゃん。眼科医がメガネ選ぶってことはそういうことなんだなって僕は思います。はい、ソースは普通に眼科に通っていただければレーシックしたよっていう眼科医そんなにいないんで、はい、レーシックしましたよ。もうすぐ足に立つ。大丈夫な人がいるのは分かってます。ただ大丈夫じゃなかった人が後遺症が割ときついっていう。で目が悪いとかってさ、そんな大したことじゃないのよ。メガネかけるとかさ、コンタクトレンズするとかなんとかなるんだけど、一生後遺症を負うのは僕は嫌だなと思っているので、僕はやりたくないです。ただ別に自分でレーシックやりたいと思う人はやればいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。